まあ、今回60センチのスケール、あれで終了点っていうのか、あの、まあまあやらせて。油断。油断したら登ってください。めちゃくちゃ寒いやん。じゃあ行こうか。今日は味仙をね、清涼ですね。清涼、清涼、はい、行きましょう。何年前かな。まずファイル、ファイルだし。わかる？ファイル。うん。これな、味仙をね、清涼ってあるやん。うん、今読み込んだから、うん、これでもう開始するだけ。あ、ありがとう。うん。このルートを行く前に作っていくわけ。そう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 。もしくは人のやつをそのルート、その軌跡をダウンロードできるね。うん。うん。ミシスノーバー何本？一本。一本？今日持ってきてないよ俺。あ、まあ、ええな。入ってへんやん今日マジで。ね、おう。じゃあもう全部のノントレース。早くね、一切前行かんで俺。話違う。なんかめっちゃかっこよくない？かっこいい、めっちゃかっこいい。だから撮ってん俺も。お。タレスがこうないだけでなんかもう。そうそうそう。そうこんな感じになる。そうよな。そして無粋な足場。これは足場だ。しかも緩めること考えた。うん。昼には止むねんな。そういうこと。こないだ俺らが撤退した時もさ、予報ではさ、晴れるいう予報やったのにさ。これ明るい、なん明るいんかこれ。よぎるな。よぎるよこれ。全然よぎるよ。思い出す。おう。ただ今の俺とアキちゃんはさ、うん、もうこんなん全然もう、おう、平やから。もうマイナス20度以下でもいいから、あの視界をくれって感じだった。うん。まあ、あのミッシーとさ、俺とシンさんと、おととしの大山、山頂大地で俺とシンさんが落ちた時あったやんか。あん時はもうほんまに死ぬかなと思ったけどな。おお、ひどかった。あ、もうホワイトアウトでこれもう降りれずに死ぬんやと思った。これまあまあ視界悪かったら下の方で何ピッチかやって、懸垂もまた訓練だけんな。それで降りてもいいかもしれんな、状況を選んで。龍太郎、大山でホワイトアウトにこう見舞われたことある？あるよ。ある？親父と、あ、先生バックカントリーで、あの遭難したやつやな。あれそうよ。めっちゃ怖かったやろ。めっちゃ怖かった。あ、死ぬんだわって思ったわ。オッケーオッケー。あの山の人ってこうやって死ぬんやろなっていうな。あ、これは今もう山頂真っ白で多分何もできへんで。深いけど軽くていいな。もう先週のは重い上にはまるし、残す主要北壁ルートは一本だけだしな、もう天狗沢だけだね。天狗沢だけだな。まああと幻の鑑定をどうするかだな。白龍太郎、今日あのハイジョソンわかるやろ。まずそこハイジョソン、あのハイジョソンのさ、うん、第2弾も作らなあかんからさ、うん、今日もあの親父を重くそ酔わしてさ、あのいろいろトークせなあかんからな、うん、それはもうお前割と上手に喋っとったね。めっちゃ機嫌よかった昨日。おう、あんまりと思ってなかった。おう、そうやねん。だから取れ高がさ、龍太郎、ハイジョソンシリーズの取れ高としてはもうゼロやから。あれでも足りんかった。全然足りん。もっと飲まれない。ああ、1年スパンやからさ、貯めていかなあかんの。ハイジョソン
れをタイトルに持ってくるセンスよ。勝てんって。なんで排除層持ってきとんけ。はい、排除さんと行くよ。排除さんと行くよ。そう、排除さんで、でそのままもう言い直さんとそれで済ましようって。よって、あれもだいぶベロベロやからな。あ、これやっぱそれなりに出してるやな、こっから上。大臣はそんな手にも手を抜いて全然手を抜いてくれない。大学を中退した男の新たなる挑戦。大学中退がベストバッテリー。おお、そうやな、ほんまやな。つっつき身に対抗してんのは。いや、俺はもう先行投資だと思うけど、もう結構ね、こっちのね、60を使うことが多い。あ、そう、こっち側ペース持ったりとか。ああ、そういうことね、うん、だからそれも、言うたら家で練習できるやん、うん、そう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 、ロープかけ、中指、中指として、うん、こうやってこうやって、うん、これ簡単にやっとるようでもだけど、いざ壁でやろうと思ったら、まあまあ結構最初はいや、でけへんで、多分お練習しとかな、でけへん雰囲気を出すために。こっちが外側、そうそうそう、こっちが外側ダメだもん。ラッセルしに行きましょうか。今日はもうだが北駅誰も入ってない、俺らだけやで。ええやん、ええやん。マジか。これがアルパインや。マジか。すぎだこれとか。すぐついてこんでもいいよ、うん、後ろの方が絶対早いけん、息整えてから。また今日もラッセルか。こっからやラッセルな、これやぞラッセルは。今日めっちゃ疲れてるやんけお前。今日バテっとるな。店を出てこのまままっすぐぐらいか。まっすぐや。おかしい今日体の調子が。うん、なんか。はあ。あいつめっちゃしんどそうや。どうしてんどうしてんお前、おっさん二人引き上げてくれるんちゃうかったんか。しんどいな、しょぼすぎるわ、しょぼいな、しんどい、調子悪い。アキちゃんのラッセル変わってくるわ。お前もうゆっくり上がってこい。うわ、もうそこだぞ。しんどいって言って、あいつ。アキちゃん変わるわ。これがベッサンのあの間の話だと思う。はいはい。これだと思う。あ、まああそこでちょっと見ようか。合ってる合ってる。うん。またこれ今日ビーズや。ヨギボー出てきよった。おい、またラッセルやんこれ。ミシもどっから乗ってもええんか。まあな、この辺から入っちゃおうか。この辺から入ろうか。
まあ王子が、王子がもうバテバテやからさ、アイゼンに変えようか。もうアイゼンがなんか。アイゼンで多分ええと思うわ。王子、大丈夫か？今日ここでアイゼンに履き替えるから休憩しようか。うん。ここまで頑張れ。平らになるんです。これね、これなだれてもおかしない感じやろ。またこれ。おう。降りようかって言うと 100% 降りるって言うんで。言うたろ、言うたろ。アイゼンつけろお前よ。一番立ってるとこってどの辺？清涼。いやもう出てすぐだな。が一番立ってる。ああ。研修で降りて。まあ、一番上まで上がらんでええで、龍太郎。もうそんなしんどいんやったら。いやちょっとこれしんどいね。いやだからもう上まで抜けるのはやめよう。まあ、せめてちょっとぐらい行こうや。せっかくここまで来てるし。上までは多分無理やと思うで。お前の体力的に。ここでこれだったらちょっとな。おう、ここでこれやったら無理やと思うわ。まあ調子悪い時はあるからな、絶対。だから別にトップアウト意識せんでいいやん。うん、もう気持ちがめいってまうからさ。なあ。そうそうそう。今日のメインはあの勉強やから。そう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 。トップアウトしてああ楽しかったで終わるんだったら、うんうん、別に。ロープなんか挟んでもいいわけです、うん、今日は時間かけ必要ないところも出そうと思って、うん、そうそうそう、だからまあ元トップアウトせんでええんじゃん、ほんまに、うん、うん、ここだ、何回なみんな、いや、ええね、それはええよどうせ逆にお前に迷惑かけることになるから今のうち迷惑かけとけ。そうそうそう、優しいやろ何がどう、お前の父ちゃんの友達やぞ、お前優しないわけないやろ俺なんて身内だからな、下手するとパンパス変えてもらわなきゃいけんかもしれんのアテントや、いや俺の身寄りが一切なくなって、うん、リュウちゃんしかおらんくなって、そうやな、まあそうなり、キング家の後取りやろ、そうやで、誰が見んねん、調子悪い時はある、なんかあるよ、ある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 で、なんか体調悪いわけでもねえんだけど、やたらそうしんどい、もう行き上がるとか、なんだろうな、あるで、で別に睡眠時間が関係あると思いきやそれも関係ないね、睡眠時間むっちゃ短くても昨日だって全員2時間ぐらいしか寝てないやん、でも別に俺全然しんどないけど、重っくそ寝てる時でもめっちゃしんどい時とかあるからな、まあだからお前がほんまロープワークをちょっとでも覚えてくれたら、だって俺ら散々ここのそうですよ、今季お前何回来てんねんお前そうそうそう、今日はロープワークの全てを覚えろって言ってるわけじゃないから、全然そんな現場でそんな覚えられへんから、サイクンならんわ、えサイクンならんわ、サイクって何、サイクンならん、サイクにならんが大阪人に伝われへん、サイクそのまんま、あの小細工とかサイク、おう、細工しようにもあできないっていうこと、そう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 、あ何の細工もできない、使えへんわ大阪では、ああお使わん、細工だなって、伊豆方面だな、土下座もない、土下座もない、土下座もない、それはなんとなくわかる、どうしようもないやな、お前今日放らつしてへんぞ、しないよね、放らつしていけよお前気に入っとるやんやり上げていけよお前、こいつな、お前ちゃんとルート調べとけよっつったら、おっさん2人ぐらい俺が楽勝であげたるわって LINE 返してきたからもう練習でそっからロープ出す、なあ、ほんでまあ 2,3 ピッチ行ってもう降りようか、懸垂も立派な練習だ、そうやな、頑張れ俺、はぁ、あ、言うてるやん。
頑張れ俺。活躍みたいなこと言う。俺ガンバ。俺ガンバ。うん？もうこれ脱いだがいいね。いやまあどっちでもええで、それはもうそれはもう自分が上でビレーとかせなあかんしな。あだからビレーするときに来てってした方がいいと思う。多分これで登っていくも熱いと思うで。俺も脱ぐからこれは。ただ今俺はビレーする側やから今は着とくけど。俺が先。そう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 。うん。こんなさあ。おう。もしこんな実際こうやって教えてもらえることなんかさ。おう。なかなかないと思う。ないよね。頼んでもない。あの頼んでもできて。山岳会入らん限り。あ山岳会ならあるけど。山岳会でもこんな一人に二人ついてなんてことないかもしれんな。大阪からやで俺。大阪から。どれでビレーしようかな。まずな。これロープ結ばない。いや結んで結んでロープ結んで。こういうとこに来たらまずビレーできそうな木を探すと。まああの辺あれやな。サラサラーって上から落ちてくんね。うん。天狗沢は、これがいっぱいサラ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 ってくるんだって。怖いなぁ。ということで、これで置いとくな。うん。それで藤本ちゃんとこ行ってくれ。あもう行っていい？うん行っちゃって。ゆだろちょ待ってな。これだから練習ない今な、うん。練習やから、ビレ今俺がリードで登ってきてお前がセカンドで登ってきたから。このビレーデンに、セルフかけて、ビレールフかけて腕立てよう。もう寒い。よし凍えてる。先見てどこ行く。ループに通した状態でロープが擦れてってどん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 重くなるっていうか、抵抗がアルパインではなるだけ消費したくないのよね。そうそれだったらこれに取るよりは太い剣良さそうなんだけど、そっちの方がまだあれで終了点作ってみようか。埋まっとるだけだけど、ある程度ピンと張るぐらいに自分が下がる。はい、ビレー解除しました。ビレーヤーが凍える。ちょ今の誰かゲタのちょっと待って、上で絡まってる。登る人側がめちゃくちゃ寒いやろ。アホやな。親父の言うこと聞いてたら死ぬわ。そうだよ。けど俺も家の壁にあのリング打って2本打って全部練習したけどな。繰り出しして、引き上げ、構築して、で、素早く懸垂視点に切り替えて、と。俺のバディ勉強してくれんか。で、カール・ルイスが9秒99で走りましたって言ったら、もう世界中で大ニュース。俺のバディ勉強してくれんから、俺が勉強するしかないんや。鹿島槍で周知を晒しやがったから。島根兄弟の辛い面白い。あの滝谷ドームのあの情熱はどこへ行ったやみたいな。